はい、皆さんこんにちは。立正ゲームです。ラングリッサーモバイルやっていますでしょうか。先日6月1日アップデートが入りまして、新しいキャラクターが追加されましたね。皆さん聞きましたでしょうか。はい、ということでございまして、今回、こちらのステージ攻略していきたいと思うんですが、難しいと言われる条件、こちらね、ご老人を守れってやつとね、あと4人以下の出撃人数でクリアを条件を満たしたいと思います。今回この編成に必要なキャラクターはこのメンバーで行こうかと思っております。リコリス、ランディウス、ティアリス、ブレンダで行きます。それでは行きましょう。ちょっと敵の数が多いので、下手こくとね、普通にやられてしまいます。なのでお気をつけください。俺に力を貸してくれ。出過ぎてもいけないしっていうのはあるんですけど、キャラクターが育ってない状態でいくと、まあやられてしまいますんだね。とにかくこのステージは慎重に。あとターン数が決まっている条件もありますね。そちらはもう完全に敵がこの条件を2つクリアした後からクリアすることをお勧めします。一気にクリアすることちょっと厳しいと思います。はい、でどんどん行きましょう。でおじいちゃんを出航はい、でこれでこんな感じでございます。まあ、ティアリスはもう本当に必要、ランディウスも必要です。どのステージでもね、かなり必要になります。他の動画で、別動画でね、おすすめキャラクター、3選っていうのもね言ってますので、よかったらそちらの方を見ていただくと、攻略そしてこのゲームに関しての、難易度が少しでもね下がるかと思いますので、よかったら参考にしていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。戦いはまだ終わっていない。お役に立てればいい。でここで時計が発動したらめっちゃ天狗。時計が来ればね、すごいね、いいんですけどね。まあ残念ということでございまして、とりあえずそんなこと考えても仕方ないので、フーガジェック AE 使って、ちょっと倒しておきましょう。はい、ということでございまして、その後は戦いはまだ終わっていない。こちらでね、油断するな。もうこいつは何もできないんだよ。ここはまだね、使わなくても大丈夫です。で、この時にランディウスに一応強化効果をつけておきます。とにかく騎兵がね、このタイミングで多いので、騎兵と飛兵なので、ギャリはね結構生きるんですよね、このステージで。なのでブレンダー姉さんを選択しております。まあ、僕がこのブレンダー姉さんを押しているというのもあるんですけどね。あとはこの騎兵の中に、騎兵とかの中に入っても、まあ、死なないんですね、この子は強いからね。で、まあちょっとここで爆発させておきます。で今さっきここで今ねリコリスをちょっと暴れさせてるんですけど、これはね後で生きてきますので、皆さんねご参考にしていただけたらと思います。もっと頑張れ。そうだみんな。でここに置きます。あえてのね、言うだけ無駄だ、これを食らえ。でここ行くよ。でもせき止めちゃいます。ここでこやつらをせき止めます。こんなばかりの妖精だ、いつでも出られるよ。でおじいちゃんを移動させて、はい、こんな感じで大丈夫です。まだ終わらないよ。おじいちゃんにとにかくダメージを与えさせないということがミッション、一番大事なことになりますんでね。おじいちゃん優先、
シルバーファーストでいきましょう。はい、鏡反応、ミラーアーバーが強いですね。いやほんまにね、ランディウスとティアリス、そしてリコリスが強い。そしてまあ他にもね強いキャラいるんですけど、ね、とにかく強いでございます。女ばかりの傭兵団、お役に立てればいい。そしたら今度おじいちゃんが内側に入ればもう攻撃されないので、こう入れちゃいます。おじいちゃん入庫します。おじいちゃん入庫しまして、次はブレンダ姉さんを、癒しの光クラムを付与してあるんで突っ込ませます。はい、でこの子を内側に入れるんですけども、先にこれを打っちゃいます。で時計来い。あ、来なかった、残念。そしたらこれでね、一応、あ、もうフォースフィール使わなくてもよかった、使っちゃったけどいいや。でランディウスをこれで先進の怒りを発動させると、で一気に数を減らします。このリコリスの地形ダメージが今のところで生きてきますね。時計がね発動してくれたら本当にどのステージも難易度がかなり下がります。時計さえね、リコリスに時計が発動したら本当に無双、一生打ってられますからね、スキルね、確率次第で。ちょっと今右に寄せちゃったんですけど、敵が、まとまってくれることは、ありがたいですよね。はい、戦いはまだ終わっていない。んで油断するな、俺に力を貸してくれ。そうだ、でリコリスの番です。でおじいちゃんはこっち。もう私の番。ご老人はねしっかり守らなあかんからね。まだ終わらない。で進撃カゴをかけて、女ばかりの傭兵団、いつでも出られるよ。そろそろ模範来るんちゃうかな。強い。女ばかりの傭兵団、強すぎて、いつでも出られるよ。は？風化絶意、覚醒。行くよ。はい、これでジュグナーちゃんは大丈夫です。ジュグナーも戦う言ってね、ありがたいんですけどね、このジュグナーちゃんあんま強くないからね。で、おじいちゃんの防衛はもうね、一応これで問題なくいけると思います。あとは敵を、減らしていく、蹴散らしていくだけですので、ここからはもうねウィニングランでございます。はい、本当はねここにティアリスじゃなくてリコリスが時計でねスキルが使えていたらね、もっとね本当スムーズにいくんですけど、ね、まあそこはまあ仕方ない。行くよ。これ見てください、この隙間抜けてっちゃうからね、これが強いんだよな。ジュグラーが入んなくていいのに、ジュグラー入ってくれなくていいのに。なんで僕がジュグラーを使わなくなったかっていうのが今ねすごく出たんですけど、攻撃力がねそんな高くないのに加えて、まあ、2マスの、2マス以上の攻撃に対して1マス2マスのところに対して反撃ができないんですね。だからね戦闘が長引くことが多くなってくるんですよ。だからね僕ねジュグラーを使わなくなったんですよね。そう、とりあえずクリアするっていう状態であれば別にいいんですよ。ただただクリアするっていう条件であればジ
ジュグラーは使えると思うんですけど、やっぱりね、あのこっちもね、あの守りながら戦わないと無駄にターンを、ね、消費してしまうので、それで僕はね、あのジュグラーをやめました。ランディウスだとね、こうやって攻撃火力もあるし、防御した時に、ね、守る時に、反撃もできますんでね、だからね、すごい使えるんですよね。ジュグラーちゃんが弱い、とにかく弱い。はい、ということでございましてね、ジュグラーファンには申し訳ないんですが、ラングリッサーは綺麗事では言ってられません。ありがとう、こんな感じでございまして、このステージの攻略動画を終わりたいと思います。とにかくおじいちゃんをね、早く真ん中に連れていくと、ステージに真ん中に連れ、中央に持って行って、銅像のところで囲ってしまうというのが、今回の肝でございます。タンク2体でもいいかもしれません。ターンを気にしないんであればね、特にターンを気にしないステージですのでね。あとは、ヒーラーを、ティアリスが一番ベストかと思います。ティアリスはもうどこでも使えます。絶対万能ですので、おすすめです。キャラクターの編成について、おすすめ3選というのを、別動画でアップしておりますので、そちらの方を見ていただいたり、他にもね、動画アップしてますので、よかったら、見ていただけたらと思います。高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。リショーゲーム TV です。ありがとうございました。